から感じております。まあこの人は100歳まで生きてもしいようだなと私は常日頃口には出しませんけど思っていましたのに、本当に急に行ってしまいまして、未だに信じられませんけども、このように皆さんおいでいただいてお別れしてくださいまして、私もなんかやっとその気持ちになれたような気がいたします。本当に今日はありがとうございました。いっぱい足跡を残していきましたが、皆様もどうぞ今後ともそれを記憶のしていただいて、今後ともよろしく、残る娘たちにもプロのみんなにもよろしくご声援をお願いいたしたいと思います。ありがとうございます。奥様、もう一つ記念すべきことが終わりになると思うんですが、昨日が、そうですね、そうです、これをぜひ聞かせてください。披露願式も結婚記念日のことですよね。ああ、そうですね。本当に不思議なご縁と思いますけども、本当にこういうことの社会に改めて思い出しますけれども、本当にあの時子供のことも思い出してあまりあるぐらいでございます。本当にまあどのように表現していいか、まあ鉄人のような精神も肉体も片手になっても元気で強々としておりますし、どういう時も嫌なのは出ないで一生懸命生き抜いた人間です。改めて今日は皆様のお顔を拝見して、改めて詩人のありしし皆さんに支えられてきたんだなと改めて感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。くしくも昨日が結婚記念日だったという、結婚記念日の翌日にお別れの会を開くというのが、水木先生ならではの ね素晴らしいメモリーが本当に残ったんじゃないかと思います、はい、それでは皆様どうぞこれから献花をしていただきますので、井上さんどうぞ、ありがとうございました。ということで、ございますけど、私は喋れない土地でございまして、今後とも本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこれから皆さんに献花をお願いいたします。係員の誘導に従いまして、献花をしていただければと思います。先ほど皆さんに水木先生に語りかけてくださいと私とまたさんから申し上げましたが、
口に出されますとうるさくなりますので心の中で、先生にこやかに、聞いてくださると思いますので、では皆様どうぞ献花をよろしくお願いいたします。ないとは言い切れない。すごい。